回は心斎橋にあるスヌーピータウンショップに行ってきて、その時に限定商品がありましたので、それを紹介していきたいと思います。今回は心斎橋店限定の商品2つとどこにでもある1点を紹介していきます。まず1点目に紹介するのはこちらのクリアファイルでございます。こちらはスヌーピータウン心斎橋と下に書いてあるように心斎橋店限定のグッズになっております。こんな感じでスヌさんが人形劇みたいなのやってるんですけど、何をモチーフにしているかというとお笑い芸人をモチーフにしているようです。裏側もこんな感じでね、赤と白のしましまでちょっと道頓堀を思わせるようなイラストになっております。めっちゃ可愛いですよね。スヌさんもウッドストックちゃんも可愛い赤と白と黄色でとってもポップな感じのグッズになっていました。他にもねメモ帳とかいろいろグッズがあったので、ぜひもし行かれるタイミングがあったらいろいろ見てみてください。そしてなんとこちら2点目に紹介するのはたこ焼き型のポーチでございます。めっちゃ大阪って感じですよね。裏にもね書いてあるんですけど、たこ焼き巾着心斎橋 12×12cm ぐらいみたいですね。そこは 8cm になっています。生地は綿 100% お値段880円でございます。見てください、この丸型ポーチめっちゃ可愛くないですか。しかもねこの紐の部分がむちゃくちゃ深い緑になってて、多分ね青のりを想像してこの色になったのかなって思うんですけど、色味が絶妙です。めっちゃたこ焼きっぽい。見てスヌさんめっちゃぽっちゃり。かも餌箱にはたこ焼きがいっぱい積んであります。裏側には大きいたこ焼きを掲げたウッドストックちゃんがいます。これはどこから見ても可愛い巾着なのでお気に入りでございます。そしてここについてるタグはスヌーピータウンになっております。スヌーピータウン限定商品だからみたいです。裏もねこんな感じでギュッと絞ったシルエットになっております。開けてみるとこんな感じです。結構大容量入りそうな巾着になっております。この上の部分のソースとかマヨネーズとか鰹節とか本当にたこ焼きが再現されてて可愛いです。実際に巾着の中にディップとかを入れてみます。見てください、全然余裕ですよね。こんな感じでディップ3本とかヘアピンとか入れても余裕な感じでございます。ちょっと生地が固めなので広げて縛った時にちゃんとねたこ焼きの丸い形になってくれるのがグッドだなと思いました。本当に青のりみたい。リボンも可愛いです。こんな感じで、でもねちゃんと潰れるのでちょっとカバンに入れるときに邪魔だなと思ったらちょっとぺったんこにして入れるのもグッドだと思います。美味しそうな巾着でした。そして次に紹介するのはこちらのコミックキューブコレクションでございます。これね全6種類の中から何が入っているかわからないコミックの一コマのようなキューブ型のフィギュアが当たるよっていうやつで、このタイプ私めっちゃ好きなんですけど、その中でも今回のデザイン可愛すぎで即購入してしまいました。1と2と4はちょっと小さめの正方形の四角形で、3、5、6はちょっと大きめの長方形の形です。お店にはサンプルで全部飾ってあったんですけど、私的にね長方形の中に入ってるスヌさんは顔の向きとかでちょっと鼻と目の位置が若干おかしかったりしたので、私は正方形のものが立ってほしいなという思いでちょっと軽めの箱を選びましたが、何が当たったんでしょうか。ドキドキ、これも楽しみの一つ。じゃじゃん、お、これはシュローダーさんがいます。ということは正方形のやつのピアノバージョンのやつですね。スヌさんめっちゃ可愛い。これは嬉しいです。このね四角形の枠の色味もめちゃくちゃ可愛い。カーキっぽいお色味、ちょっと深みのあるグリーンのお色味になっていました。では組み立てていきます。1番が当たったのでねこれを組み立てていきますよ。結構ね大きくてこれは存在感もあるしめっちゃ可愛いのでおすすめです。まずはピアノからかな。ピアノの上にスヌさんが乗っていましたね。
こうやって刺していくだけなのでめちゃくちゃ組み立ても簡単でありがたいです。でもね、結構ちっちゃいから力入れすぎると折れちゃいそうで怖いので、力加減だけはお気をつけください。これね、穴の向きがどっちかわかんないんですけど、実際にはめてみるとわかるので、とりあえずいろいろぶっ刺してみてください。このピアノのやつはですね、下側が穴が4個で上側のが穴が3個あったんで、それに合わせてはめてみました。このシュローダーさんがなかなかはまりにくくて、多分座ってる角度的に仕方ないんだと思うんですけど、ちょっと不安な感じです。これで大丈夫なのかな。角度調整がめちゃくちゃ難しかったです。なんかピアノかぶりついてる勢いですね。大丈夫かな。まあ後で調整しようと思います。そしてここ上側にね、3つ穴があるので、そこに音符をはめていきます。音符は両手じゃないとはめれなかったので、もうはめちゃいました。こんな感じで、多分ね、音符の順番とかは自分で決めちゃっていいと思うんですけど、やっぱね、ウッドストックちゃんが乗ってる音符を一番手前にしたいので、こんな感じになりました。めちゃくちゃ可愛い。想像以上に可愛くないですか。これはグッドでございます。コミック柄なのに立体感があるので、ちょっと特別感もあり、おしゃれ感もあり、これはね、部屋のインテリアにめちゃくちゃいいなと思いました。スヌさんの向きとかね、微調整できるので、私はできるだけこっちを見てほしいなという思いでこっち向きにしてみました。可愛いです。ということで皆さん、いかがでしたでしょうか。今回は限定グッズと、それからコミックキューブコレクションを紹介いたしました。ぜひよかったら皆さんもゲットしてみてください。ちなみにスヌーピータウンショップの心斎橋店さんはこんな感じで、めちゃくちゃ壁紙とかね、店内可愛かったので、皆さんもよかったらこちらも行かれてみてください。めちゃくちゃ心斎橋駅から近かったので、アクセス的にも行きやすかったです。またこの時の島村ファッションもこちらのチャンネルで上がるので、よかったらチェックしてください。本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくださった方は、ぜひともチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。最近結構ね、たまたまなんですけど、いろんなスヌーピータウンショップに行けていたので、今回は心斎橋店をピックアップしてみました。じゃあね、バイ。